稲富駅は岐阜県伊比郡大野町にあった名古屋鉄道谷組線の駅である。谷組線の前身である谷組鉄道の駅として1926年に開業した。当初の計画では、更地駅付近に稲富駅を設置し、同駅赤石駅間をトンネルで短絡することが考えられており、その案では当駅西方付近に寺内駅が設けられる予定であった。 当初は交換設備のない停留場であったが、谷組山家権次十一面ゼオン菩薩五会長に伴う臨時ダイヤを検討した際、交換設備があった、ら地駅では、交換駅の位置間隔が合わず、ダイヤに支障を来すことが判明したため、稲富駅を移設した上で、交換駅とすることになった。当駅での列車交換は五会長期間中の臨時ダイヤ以外ではほぼ使われなかったため、 以後撤去と再整備を繰り返している。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、17ページ。ISBN978 から48億7797万963。 大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、19ページ。ISBN 978から48億7797万963。AB 大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、37ページ。 ISBN978 から48億7797万 963AB 大島一郎谷組戦争の歴史トレール岐阜新聞社2005年67ページ ISBN978 から48億7797万 963AB 大島一郎谷組戦争の歴史トレール岐阜新聞社2005年 70ページ。ISBN978 から48億7797万963。AB 大島一郎、谷組戦争の歴史トレイル、岐阜新聞社、2005年、92ページ。ISBN978 から48億7797万963。地方鉄道運輸開始。 官九1926年4月13日、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ。ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、882ページ。 大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、182ページ。ISBN978 から48億7797万963。今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、53ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。 大島一郎、谷組戦争の歴史トレール、岐阜新聞社、2005年、181ページ。ISBN 978から48億7797万963。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、ふず、名古屋鉄道路線略図。 ありがとうございます。